皆さんこんにちは。今回紹介するのは日本のファッションモデル、グラビアアイドルの黒金沙羅さんです。2005年2月14日に千葉県で生まれ、身長156センチ、3サイズはバスト89、ウエスト63、ヒップ86の G カップというスレンダーな体型が特徴です。中学生の頃からモデル活動を始め、高校卒業後に芸能界入りしました。彼女が芸能界に入ったきっかけは、中学生の時に友人と一緒に原宿で買い物をしていたところをスカウトされたことだったらしいです。2017年には週刊ヤングマガジンや週刊プレイボーイの雑誌にグラビアでデビューし、以降は数多くの雑誌やイベントで活躍しています。また2019年には MISID2019に選ばれ注目を集めました。 YouTube ではファッションやメイク、食事などに関する動画を配信し、多くのファンをストリーミングしています。また舞台や映画にも出演し、演技力の高さも評価されています。さらに彼女は SNS を積極的に活用し、自分の魅力を伝えることにも力を入れています。 Instagram では美しい写真やファッション、非公開映像なども投稿し、多くのフォロワーを獲得しています。また Twitter や TikTok などでも自分らしい発信を言っています。 SNS を活用してファンとのコミュニケーションを大切にしている姿勢も人気の一つです。彼女の魅力はその美しい容姿だけでなく、多彩な才能と明るく前向きな性格にもあります。彼女はファンに対しても常に笑顔で接し、温かい人柄で愛されています。グラアイドルビアとしてだけでなく、様々な分野で活躍を続けることが期待されます。以上が黒金沙羅さんのご紹介でした。彼女の活躍をこれからも心待ちにしていましょう。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルではモデル、女優、アイドルなどを紹介しています。よろしければチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。